僕らのトーク。僕らのトークとは、永井雄一郎と毎回訪れるゲストが2本のマイクの前で歌いながら語り合う、音楽とトークが融合した新ジャンルの歌い語りライブのことです。歌い語り合うテーマは、事前にお客さんに書いていただいたアンケートに基づき、2人がその場でアドリブで歌い上げます。なお、流れる曲はギタリスト島田がそのアンケートのテーマをその場でイメージしたもので奏で上げます。それでは僕らのトークスタートです。どうぞ。僕らのトーク、歌い語りするのは永井雄一郎、そしてトレンディエンジェル斉藤による歌い語りです。どうぞ。それではトークテーマを引きたいと思います。好きな女性のタイプは何ですかというトークテーマでございます。これはどちらの方が、あ、聞きたいですよね。どんな女性が好きな女性のタイプは何ですか？参ります。僕は自分にないものを持ってる女性が好きなんですよ。僕は肌の色が人より黒くて、だから真っ白な人が好きです。斉藤さんどうですか？僕は女の子らしい人が好きで、そんなベタな女の子らしい人が好きなんです。自分にないものを求めるのが人間でしょう。斉藤さんの場合は、例えば髪の毛だったらどんな女性が好きなの？そう、斉藤さんの好みの髪型は何ですか？ショートボブにしてしまった女性がすごく好きなんです。例えば長かった髪を失恋か何かをきっかけにショートボブにした時のあの感じ、あれがたまんない。そうなんだね、そうなんだね。他には、例えばファッションなんかはどんな女性が好きなんですか、斉藤さん？なかなかいけないね、迷っているんだね。斉藤さん、言葉を迷っているんだね。自分に素直になって、みんなに思いの丈伝える、それがこのライブのテーマでもあるんだから、斉藤さんの思いの丈を全部放って。迷ってるんだね、斉藤さんは。何かを爆発させたいんだよみんな。だけどまだ今俺が歌う番じゃないと思ってるんだ。みんな、斉藤さんはここぞという時に本音言ってくれるから、それまで待ってよ、
待ってよ待ってよ、そろそろいいかな、準備ができたかな、斉藤さん本音教えてください。まだかーい、まだかーい、斉藤さんお願い、何か一言でいいから、ラスト一言なんでもいいから、みんなに思いを伝えて。永井雄一郎チャンネル登録してね。登録しないと許さないっつ。